こんにちは。日本学術書道会の田村貴男です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は一見万人に当たるです。修行者が死をも恐れず悟りを妨げる煩悩などのさまざまな障害を勇敢に打ち破り、精進して悟りに向かう志の固さを剣に例えたものです。増一阿言経には一人万人に当たるとあります。42小経33にはそれ道をなすとは、例えば一人と万人と戦うがごとし、鎧をかけて門を出て、意あるいは強弱、あるいは販路にして退き、あるいは格闘して死し、あるいは賞を得て帰る。社門の学道もまさにその心を堅持し、精進雄英にして全教を恐れず、終魔を破滅して、どうかをうべしと説かれています。なお、俗に、有権一人に当たり、知見万人に当たると言い、天は剣よりも強しに禁じした意で用いられるが、禅では悟りの知恵の働きが優れていることの意に返されます。では今から一見万人に当たるを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。